2018年2月28日、突如としてこのような書き込みがなされた。6年前、母の知人のせいで家族を失ったのが最大の修羅場。6年前、母が膵臓癌で亡くなり、これだけでも最大の修羅場だが、葬式をした。両親はキリスト教なので、当然葬儀もキリスト教。私は母から生前、お母さんは癌でもう長くない、と言われていたが、当時からかなりの親不孝者だった、警察の世話にはならなかったけど、私は、母が私を更生させるために言った質の悪い冗談と思って本気にしていなかった。しかし母が亡くなる3日前に、父から母の入院を聞かされ、万が一のために覚悟しておけ、と言われ、初めてそれが本当だったことに気づいた。それからは藁にもすがる思いで、母が助かることを祈ったが、3日後、正直後悔したよ、癌が本当だと知ってたならもっと親孝行とかしたかったし、親は元気なうちに親孝行しないと後悔するって本当だね、私が唯一やった親孝行なんて、母より長生きしてることだけだし、母が亡くなる1年前にも最大の修羅場という目にあったけど、訳あって電気ガス水道が止められ、避難所に住んでいた。それ以上に辛い思いをするとはね。火葬場で落ち込んでる私を見て、母の知人が話しかけてきた。葬式中の遺族に話しかけるなんて、非常識と思った私はその知人を罵倒していると。偶然通りかかった父と兄が慌て知人に謝り、私を叱り始めた。私は同じ遺族なのに、非常識なことをした方をかばう人たちと一緒に暮らしていけないと思い、母の一周忌が終わると、父と兄に絶縁宣言をして、家を出た。思えば、あの知人が話しかけなければ、私は今でも家族で暮らしていけたのに。これが私が33年間生きていて体験した、最大の修羅場だ。なんとも言えんな。葬式中の遺族に話しかけるなってどこの国の作法だよ。葬式中の遺族に話しかけるのは非常識じゃないですか。とあるバラエティ番組、タイトル忘れたけど、ダウンタウンの浜ちゃんが司会やってた。でも、葬式中の遺族に話しかけるのは非常識と言ってましたよ。火葬場で話しかけるより罵倒する方が非常識なの。葬儀、告別式の最中に話しかけるのはマナー違反だと思うけど、火葬場での待ち時間は別じゃない。火葬場まで行くのは身内と、個人とかなり親しかった人だけだし、話とかくらいするよ。こっちは親を亡くして落ち込んでるんだから、そっとして欲しかったんですよ。正直親との死別は、1年前に経験した悲惨な命状に辛かったんですから。親不孝も罵倒も絶縁も全部自分が選んだ結果じゃん。自分の思い通りに生きてきて他人が悪いって。その知人が火葬場で私に話しかけなきゃよかったんです。ついでに父と兄が知人の味方をしなければ。何回最大の修羅場があるん？一応3回ですね。7年前に起きた地震と母の死と家族との絶縁。こんな娘でお母さんは大変だったろうね。今もきっと、ネットの掲示板でバカ丸なしなことを言っている後草場の陰で泣いているでしょう。父と兄は縁が切れてラッキー。とりあえず実家にごめんなさいの電話でもしてみたら？母親だけでなくいずれ父親のことでも後悔することになるよ。個人を忍ぶ場だから話しかけるのはセーフだけど、罵倒はアウトでしょう。昔は若かったから良識を知らずに父と兄にたしなめられたのはしょうがないと思います。ただ、6年も経てば一般良識も身についたでしょうし、母と同じ後悔する前に父と兄に謝罪してみたらいかがでしょう。なんで私が謝らなければならないんですか？大体親を亡くして落ち込んでる人にご愁傷様でしたとか大変だったねとか言うならまだしも、全く無関係な話題で話しかけるのはどう思います？頼むからそっとしておいてくれって思うじゃないですか。私は悪くないのですから、全く謝る気になりません。どんな話されたの？今はどんな仕事してるの？とか月収いくら？とか、全く関係ない話題ばかりでしたよ。頼むから空気読んでくれって思ったよ。ああ、仕事は、まあ、親御さんの知人なら、今後も心配とか、好意的に受け取れなくもないけど、月収まで聞くのは大きなお世話かもねー。罵倒するほどできないけどさ。罵倒することの方が常識知らず。味噌汁でそれでは人生終わってるな。当時はまだ26でしたけど、あなただって親が亡くなれば悲しいでしょう？私はものすごく悲しかったんですよ。今も、私は悪くないって考えなんだから変わってないだろ。悲しいって思っているようだけど、親を亡くしたことで悲しんでいる自分に酔っているから他人を罵倒とかできるんだよ。あなたは全部他人を悪者にして自分の過ちから逃げてるだけ。
母親の知人が話しかけなければ今も家族と暮らせたのに、とあったから、家族に対する感情は落ち着いてきたのかと思ったんだが、実地には悪いけど、お母さんのこと、私は、と言ってるけどあなただけが悲しんでたわけではないはずだよ。逆に言えばあなただけが感情的すぎた。二十歳も過ぎた大人が精神の幼さを晒したのを恥じるべき。家族に謝るのは、お母さんの見送りを台無しにした件だよ。もう26歳になってたのか。これはちょっと違う意味で気の毒な人だから、どうか優しくしてあげて。母親が亡くならなくても家族とは疎遠になっていたのではないかと。お父さんも妻を亡くして悲しんでる時に、これまで親不孝者だった娘がいきなり悲劇のヒロインぶって発狂して、弔問客を罵倒したとあっては縁も切りたくなるわ。ほんとそれな。いっちあんたが気のままだな。知人が話しかけてきた内容はその場にふさわしいものではないようだが、あんたの対応も遺族だからで許されるものでもない。自分は悪くないと思ってるうちは父や兄に許してもらえないだろうな。普通葬式中に遺族に話しかけますかね？ご愁傷様でしたとか大変でしたねとかならわかるけど、悲しんでる時はそっとしてくれって思いますよ。母の見送り台無しにした件に関しては反省しますが、娘、妹、より他人をかばう人たちに謝罪なんて死んでもしません。許してもらわなくて結構ですよ。こちらも一生は浮きはないし。いやあ話は終わりな。そう思うんだったら、私は今でも家族で暮らしていけた、なんて思う必要ないやん。え、あなたは、相手が非常識な行動を取ったからといってあなたも非常識な行動をするのですか。これは、父と兄があの時の振る舞いを反省して謝罪するなら、また一緒に暮らしてやるのに、ってことかと。モラハラ思考だね。多分ご家族は心配してると思うけどな。人間の感情って、大きな悲しみの次に怒りが来るんだよ。これはほぼ必ずそう。病院で看護師してる人は亡くなられた患者さんのご遺族に随分と理不尽に怒りをぶつけられるそうだ。もうそういうもんだってわかってるって知人の看護師が言ってた。驚いて、悲しんで絶望して、猛烈に怒って、それからたくさんの手数を経て療養と諦めに至る。一気はタイミングが悪くてご葬儀で怒りの段階を迎えてしまっただけ。自分が悪かったと思えないのは怒りの段階で固定されてしまったんでしょう。誰かのせいにしたくなるのもよくあることなんだよ。でも、それでは前に進めないから、一度ご家族と話してごらんよ。時間はもう6年も経ったんだよ。許してあげなよ。そっとして欲しかったら、そう言うべき。いきなり罵倒はないわ。お父さんにしてみたら、母親の余命宣告も無視して亡くなる3日前になって慌てて悲劇のヒロインずらして何もせず、お祈りしていたと言っても、それまで好き勝手して付き添いは愚か見舞いにすら来なかった娘が、寝ないで必死に祈っています、って言っても、誰も本気にはしないよ。挙句の果てに火葬場で突然、弔問客を罵倒する始末。火葬場まで来るほどの仲ならば、生前に一気よりも世話になっているかも、な関係。笑いは適切ではなかったかもしれないが、個人に心配だけかけさせて何もしなかった娘が世話になった人を突然罵倒して反省すらしなかったらいい加減、縁も切りたくなるわな。余命宣告されても、普通は信じませんよ。立ちの悪いドッキリと思うじゃないですか。入院を聞かされたのは、私が仕事から帰ってきた時ですし、見舞いにも仕事帰りに行ってましたよ。ちなみにその知人というのは、母が毎週日曜に行っていた教会の牧師、神父、で、母の葬式を仕切っていました。冒頭に両親はキリスト教と書いたのはそのため。普通は信じて心配するけどね。あなたは普通じゃないんだから、気にすることない。あんたは、普通は、って言うけどあんたの普通が全て正しいと思ってるだろ。そこがすでに普通じゃないからな。いきなり余命宣告聞かされて、はいそうですかって受け入れられますか？私がそれを聞かされた時は、立ちの悪いドッキリとしか思えなかったんですよ。受け入れるんじゃなく心配するんだよ。普通の人はね、病状聞いてできることないか考える。ドッキリなんてかけらも浮かばんわ。一気のエピソードから絶縁宣言するまでは家族とはどうなったのよ。確かに一気はひどい話だけど、一発だけでしょ。関係修復できる可能性あったんじゃないの？普通だった。そんなに仲悪いわけでもいいわけでもない。当たり前のことだけど、両親も私がいいことすれば褒めて、悪いことすれば叱る。そんな人だったし、兄ともそんなに仲悪くなかった、良くもなかったけど。叩けとばかりに後だし、知人じゃないじゃん。式を取り仕切ってる宗教関係者じゃん。普通の葬式でも坊さんが説法してくるわ。お母さん気の毒だ。だろうね。
職業や収入を聞いてきたってことは、ちゃんとした職に就けてないなら仕事を紹介してくれようとしてた可能性もある。いや、一応知人ですよ。両親揃って食事とか行く仲だし。一応まともな仕事ついてましたよ。週休2日制で8時間勤務、雇用保険とか労災とか保険入ってる職場に。いやーなんで絶縁したんだよ。だから、父と兄が私の味方をしてくれなかったから。それに、こんな自分でも産み育ててくれた母には感謝してたから。一周期が終わるまでは一緒に暮らしてようと思ったんです。その年初盆とか納骨とかあったから、参加しないとダメだし。うわぁ。あら盆。キリスト教との設定忘れちゃったの？一応キリスト教にも初盆みたいなのがあったんですよ。私自身もそんなのあるのは知らなかったし、ちなみに私と兄は無宗派。ここにいくら書き込んでも、同意してくれる人なんていないよ。それだけ非常識なことしたって確認できたでしょ。短期なのは損だよ。カッとなったら6秒だけ耐えろ。それを過ぎたら怒りのピークが過ぎて短絡的な行動を取らずに済むって聞いたことがある。そんなに怒りっぽいとこの世はさぞ生きづらいだろうね。仮想の最中なんて長い時間普通に喋ってるし、なんなら軽い食事とかも出してもてなす。葬儀とは全然違う場所。一気は自分に都合のいいようにしか書いてないから、後書き見ても親の大切な友人兼遭難相手、一気を心配しても雑談じゃない説教、説法、と読み取れる。相手は時と場所をわきまえてるよ。本人が分かってないだけ。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。